長寿村の食世界の長寿村の食事を調べると必ずしもこれまで述べてきたような食体系と一致しません世界三大長寿村といえば次の三つ東をカスピ海西を黒海に囲まれ標高5 0 0 0ル級の山脈がそびえ立つかふかすコーカサス地域の一帯そこでは100歳を超える人が よく食べているという自家製のヨーグルトがあると言います。日本ではカスピ海ヨーグルトの名で有名になりました。黒海に面したグルジアで食べられているヨーグルトを黒海ヨーグルトと言わずにカスピ海ヨーグルトというのはおかしな気がしますが次は南アメリカ大陸エクアドルのアンデスの山々に隠されたビルカバンバビルカバンバはインカの言葉で 聖なる谷という意味海抜1 3 0 0ルにあるビルカバンバの谷はペルーの国境から近く太平洋からは1 6 0トルも離れています。もう一つはパキスタンの北端に位置するフンザロシア中国と国境を接する村で周囲は6つの山脈が集中している。 標高6000から7000メートル級の山々が取り囲む風景は荘厳というしかない。環境と健康のための食事研究家であるジョン・ロビンズは、これら長寿村の食事が酷似していると言っています。主食は、小麦やトウモロコシのパン。動物性食品が極めて少ない。ただし、ヤギがいれば、ヤギの乳やチーズは食べている。 塩分の摂取も少ないお茶の水クリニック森下圭一博士の現地調査によればシルクロード沿いの町のほとんどが岩塩を産出しておりパンを焼くとき、あるいはお茶の中など目立たないが塩分は多く使うというデータもある摂取総カロリーも少ない成人男子で1 8 0 0カロリー。標高の高い山岳地帯では 農業の在り方が平野部とは違います。高知では、そもそも農作物は育ちにくい。1人当たりの高知面積や収穫量に余剰があるとは思えません。若者でも、総摂取カロリーが低い上に、タンパク質や脂肪分からの摂取比率が30%といいますから、低栄養が気になります。それでも、長寿者が多い理由は、何か。 他に理由が隠されているはずです。一般的に低栄養で育った人が長生きする確率は低い。また大人でも常に低栄養状態では何か少しでも不足する成分があればそれも短命につながりやすい。その危険因子を覆しているものは何かおそらくそれは。 高山から流れてくるミネラルを多く含んだ水ではないでしょうか高い山は深い海が隆起してできました海には生物を生かすすべてのミネラルが含まれています深海が鉱山となった時深海に濃く蓄積されたミネラルが湧き出る水にきっと含まれていそうですまた人の一生の間には 生まれた時から体内で作られる酵素の総生産量が決められていると言います。肉食型に傾くと、それなりに酵素を多く使ってしまいます。そのような人は、早く寿命が来てもおかしくない。この章の初めに紹介した男性がそうです。私から見れば、50年以上も生きられたのは、奇跡ではないかと思えるぐらいです。その点。 長寿村の人たちは細く長く酵素を使っているのではないでしょうか肉食主義の人のような爆発的エネルギーはないかもしれませんしかし1 0 0キロ離れた隣町へ平気で歩くぐらい持久力はたくましいと言います